山岳ガイド。1962年、東京都に生まれる。小学校より、野外活動、登山に親しむ。早稲田大学入学後、学内クラブ及び社会人山岳会で、本格的登山に取り組む。1985年早稲田大卒業後、日本石油に就職。大学時代のクラブや、社会人山岳会で、本格的に登山に取り組み。 1993年に日本石油を退社。その後ブロードピークミヤマム酸素、アルパインスタイル重装、ナンガパルバット登場、超有無酸素単独登頂など8000メートル本7座登頂を果たした。2004年に国際山岳ガイド資格取得。毎年世界の広報山岳ガイドを行う。海外ガイド歴はアコンカグア、ペルーアンです。キリマンジャロ。 マナスル島。二2007年4月撮影開始、2009年6月公開された映画、剣岳天の木では、田賀屋おさむと共に山岳ガイドを務めた。2012年4月に、立山連峰、小山東側の五枚沢設計と剣岳近くの小窓三の窓設計で、日本初の氷が認定されたが、福井高太郎らが実施したその調査にあたり、 2009年夏から2011年秋にかけて約20回以上の調査の8割程度に同行して支援した。現在、立山ガイド協会所属、アム国際山岳ガイド、日本山岳ガイド協会認定ガイド、日本山岳ガイド協会ガイド資格検定員担当、国立登山研修所講師、総合予定管理主任者、札幌、金沢を経て、 1993年より、富山県立山城在住。ありがとうございます。